今日のの聖書の言葉をご紹介しますイエスは彼に言われた「今日救いがこの家に来ました」「この人もアブラハムの子なのですから人の子は失われた人を探して救うために来たのです」「新約聖書」のルカの福音書にザーカイという人物が登場します。彼はエリコという町に住む酒税人の頭今で言うところの税務署の役人でした。 当時の、えー、この酒税人はローマ帝国の手先としてユ、えー、ダヤ人たちからは大変嫌われた職業の一つでした。背が低かったのでとザーカイのことが、えー、記されているのですがどうもこれが彼のコンプレックスだったのではないかとも思われます。えー、彼は何とかして背が低いと言って馬鹿にする人々を見返したいと思っていただから。 誰もが嫌う主税人になったのではないかそんな風にも考えることができると思いますしかし主税人になっても彼の中にあるコンプレックスや悩みを解決することはできません悶々とした毎日を送っていたのではないでしょうかそんなある日あの噂のイエスがエレコにやってくると聞いたのです急いで街の 大通りに出るのですがすでに群衆でいっぱいそれが低いためそこを通られるイエスを見ることができませんイエスを見たいという思いから一軸クワの木に登り待っているとそこにイエスが通りかかりこう言われたと聖書は記していますザーカイ急いで降りてきなさい今日はあなたの家に 止まることにしてあるから。サーカーはこのイエスとの劇的ともいえる出会いによって、全く変えられた人間となったと聖書は伝えています。彼は救いを体験したのです。そのままの自分を受け入れてくれる方との出会いによって、コンプレックスから悩みから解放されたんですね。自分の中の足りないところ コンプレックスででで悩んいいないでしょうかあなたをありのままで受け入れてくださる真の神イエス・キリストを信じるならザーカイのように全く変えられた人生を送ることができます。